はい、こんばんは。今日こんばんはって夜ちょっと気づいたことがあって、これすごいなと思ったの。あの、山本由美です。カウンセラーです。ですね、今日は気分を良くしとくといいことが起きる、なんかワクワクしてればとか楽しくしてればとか気分を良くしてればって思っていて、で結構まあ気分を良くする方法、気分を変えていくっていうことをね考えていて、私は今日ちょっと今明日日曜日は遊びに行きたいんだけどどうしようかなみたいな、ね、気分良くしたいなって思ったのね。気分良くしたいと思ったの。気分良くしたいって思った時点でもう気分が悪いってことじゃんって思って、あれみたいな。だからどこどこに行けば気分が良くなるって思っても気分が良くなる、気分悪いなって思ったんだよね。それでだって今悪い状況でどこどこに行ったらって、同じじゃんそれって。さ、なんか環境とか状況が何々が整ったら気分が良くなるっていう風にしてるじゃん。もちろんその気分や波動を感じることは大切なんだけど、あれ気分を良くしとけばそういう場所に連れてってくれるのかみたいな、そう、気分が良くしとけばその気分が良くなることが起きるんじゃないかっていうか、なんか結局さ、そのどこどこに行ってこうレストランでご飯食べてとかで、もう見えてるさ気分の良さっていうか見えてる世界の豊かさじゃん私ので、もっと豊かさっていうかもっと信じられない豊かさ欲しいと思ったらさ、先に気分上げといたら信じられない場所に連れてってくれるんじゃないかなみたいな、ちょっと分かったんだけど今。先に気分じゃん、したらその世界に連れてってもらえるのよきっと。その世界に行ったから気分を良くなるわけじゃない。だから明日の よくさ予定とか立てんなっていうのはさ、その気分の良さによって予定を立てればいいわけで、それは家にいたって気分がいいかもしれないし、家族とテレビ見たって気分がいいわけかもしれない。ただその気分の良さのところから発せない限りはいい情報もいいアイデアもいいことも起こらないってことみたいな、なんかちょっと今まで逆やってたかもみたいな、逆っていうかすぐにそうやって気分を変えたりとかしたくなっちゃうみたいな、じゃなくて自分でチューニングすることはできるんじゃないかみたいなですね。それなんかまあ瞑想とかやってるからかも あるけど、なんかこうすごい自分が豊かでゆったりとして、なんかでもその場所って私にとってはなんかその確かな場所っていうのがないのね、今私の今日の気分としては。この場所に行けばすごくっていうのもないし、なんかめんどくさいなとか寒いなとか暑いなとかいろいろあるじゃない場所って。でもその中で自分が気分が良くいればその場所に連れてってもらえるんじゃん、その気分に合った場所にっていうことなんだって分かったから、ちょっと実験またしよう。気分良くする、そのなんか結局その何が欲しいとかだと、私も状況とか環境とか物とかがあると気分がいいのかなって思ったけど、なんかそういうものではないんだよね気分の良さって。やっぱり私にとってはでもなんかその逆に精神的なものだけ求めてるわけでもなくて、でもその気分の良さっていうのをやっているとその信じられない世界を見せてくれるんじゃないかみたいな、それの上での仕事とか自己表現とかになるとしたら、ちょっと世界が違ってくるかもなと思いましたね。なんかやってみたい。今までは自分のその感情に気づいた時に、あ、悪くなってるって気づいたらちょっとチューニングしなきゃみたいな感じでヨガしたりとかだけど、違う、いい気分のなっているからこそヨガじゃないけど、そっからのそこにチューニングしていくみたいな、その自分がすごい豊かになった時の気分とかを先取りするってよく言うじゃん。でもなんか今それが分かった気がする。
先取りできるような気がする。やっぱり先取りしていくことによってなんかすごい安心感があったんだよね。焦りっていうよりは安心感で、それはやっぱ物とか状況とかそういうものだけではないね。あとなんか人間関係とかそういうくだらないものでもない。うん、セクシャリティの世界とかでもない気がする。なんか自分の中にある何かだねがこう、まあ、目つぶってでもいいけど、なんかそのとっても豊かでとっても幸せな状況で何でも叶えてみんなが幸せで何より自分がとってもなんかキャーって感じ、どうしようみたいな毎日でどん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 いろんなことが起こっていって、私そういうのが好きだから、でその中でもまあゆっくり海を見たり映画を見たりとかもあって、なんか刺激的でもありっていうと、今はちょっと停滞だな、やっぱコロナもあったからかな。刺激的でもありっていう感じですね。なんかちょっとね、だからやっぱ気持ち先取りですね。気持ち先物後だな、やっぱり。なんか物をさ手に入れちゃうとその物によって気分が良くなるから、やっぱその、うん、ブラックハイじゃないけど、最近それをなんか何度かやってみてて、でこれもすごい楽しいし、物見たりとかして、あ、かわいいとかってもう上がるのもすごいわかるんだけど、もっとすごい上がり方できそうな気がする。そしたらもっとすごいかわいいものに出会えるみたいな感じ。それだ、もっとすごいかわいいものに出会えるんだ。もっとすごいなんか面白い映画に出会えるとか、もっと楽しい小説に出会えるとか、そういうことの方が私にとってすごいので、もっと面白いカウンセリングができるとかね。いやちょっとやってみます。ということで皆さん、あの何かを手が入った時のその気持ちが欲しいから、やっぱ気持ち先取りで、彼氏ができたらこんな感じ、うわーみたいな、うわーっていうのをちょっと先取りする訓練を私もするので、一緒にカウンセリングでもやってみませんか。何が手に入るんだろう、何がもうなんか宝の山みたいな感じなんですよ。でも何なの、その宝の山っていうのは自分でも思いついていないものであったりとかするんだっていう感じが今来た。インスピレーションということで、皆さんも気持ち先取り物後行きましょう。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また会いに。